おはようございます。じゃないな、こんにちはやね。ただいまの時刻は12時54分、2019年2月9日、12時54分ですね。こんにちはですね。昨日、うちのタクちゃんですけども、本田タクと、ですけれども、しっかりね、瞬間接着剤でね、しっかりエアクリーナーが取り付きましたんで、無事に取り付いて、どんな音が出るかね、走行中の音がね、どんな音が出るか、今からね、またね、ちょっと走ってみようと思います。そしてね、このビデオカメラをね、ここ後ろのバケットに乗してね、このままね、今映ってるシャッターを消してね、こんな感じでシャッターを閉めてね、閉めた状態で音だけでね、音だけをね、聞いてもらおうかなと思いますので、今からね、ちょっとね、走ってみようと思います。はい。ちょっとね、今からまたね、クロちゃんとね、うちの 125cc バイクのクロちゃんとお出かけするちょっと手前ですけども、今からね、音が取れるかどうか分かりませんけども、やってみますんで、よろしくお願いします。それではシャッター閉めますね。ちょっと準備しますんで、ちょっと時間かかります。お願いします。今声は聞こえてますでしょうかね。こんな感じでいきますが、はい、声は聞こえてますでしょうか。はい、今ヘルメットをかぶってます。それでは音がよく取れればいいんですけどもね。はい、結構ね、うるさい音なんでね、ボリュームがうるさかったらボリュームを下げてください。それではエンジンかけます。発車します。
今ね、帰りました。音はどうですかね。結構うるさかったと思うんですけども、ちょっとね、音がうるさいんですけども、キャブレターは外れる気配はないですね、今のところね。オイルも漏れてません。オイルも漏れてないんでね、このままでいいかと思います。はい、それではね、またね、動画をアップしますので、この後ね、よろしくお願いします。シャッターを閉めて、音声動画も撮れるかどうかの確認もしてみたいと思います、ね、声だけの動画ですね。これも面白いのではないかと思いますね。でタイヤも、フロントタイヤはもう減ってきております。確かね、もう1万キロは走ってると思いますね。ミシュランのタイヤですね。フロントはなかなか減らないです。後ろはね、エンジンがね、乗ってるんでね、エンジンが重いので後ろタイヤは減りやすいのですが、これもね、なかなか減らないタイプのタイヤですので、1万キロは走ると思います。はい、それではね、今日はこんないい天気になってます。これから飛行機がね、飛行機雲が見えますね。音はしてないんだが、飛行機がゆっくり、なんですか、煙をまき散らしてまっすぐ伸びております。何やってるんだろうね、あれね。煙がね、飛行機雲ですね。はい、そんな感じでまたね、いろいろ動画撮っていきたいと思います。それでは今日もね、楽しくお過ごしください。良い週末をお過ごしください。本日もご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。